学として現れるであろうあらゆる将来の刑事上学のためのプロレゴメナは、イマヌエル・カントによって1783年に出版された彼の理論哲学についての入門的な注釈書である。通常はプロレゴメナ、プロレゴメナなどと略して呼ばれる。カントの純粋理性批判は1781年にその第一版が出版された。しかし、 その内容は難解であったため多くの批判にさらされていた。そこでカントは自分の著書がより広く受け入れられるようにまた自身の理性批判に基づく刑事上学の序論としてプロレゴメナを表した。プロレゴメナの主要なテーマは純粋理性批判と同じく以下のものであり本書の構成にも現れている。カントは本書の序論において デイビッド・ヒュームの因が関係批判こそ、私の独断のまどろみを破ったものであるとして、自己の批判哲学の内面的な起源が、ヒュームにあることを明らかにしている。プロレゴメナとは、ギリシャ語に由来するプロレゴメノンの複数型で、序文、諸言、序論などを意味する。必須の序言や諸言とともに、カントは、この著作を先行する、問題提起と三つの章に区分した。この部分は、 要するに、純粋理性批判から、超越論的完成論の要約版になっている。この中で、カントは、空間と時間の超越論的関連性についての、ひょっとすると、最も有名な教説を展開している。ようやくすれば、次のようなことが述べられている。空間と時間は、実在的には存在しない。つまり、人間から独立には存在しない。すなわち、 それらはむしろすべての感性的経験の根本条件であり、それでもって我々が現実を見るようなメガネのようなものである。すべての感性的経験の必然的条件である、純粋な直感形式である空間と時間と持って、この理論は特に次のことを説明しようとする。なぜ数学と科学における判断は、すべての経験判断を超えた破棄できない必然性を持つのか。 すなわち、両者が現実において、我々から独立に形成されうるのならば、それらについての言明は、例えば、すべての犬は4本の足を持つのような機能推理による、比較的普遍的な言明の確実性を要求しうる。すなわち、我々がこれまで見てきた限りで、犬類の生物は獅子を持つ。我々がある日3本の足を持った。 そのような生物にも出くわすだろうことを不可能にしないのは何か。この部分は手短に言えば純粋理性批判の超越論的分析論の思想を再現している。すなわち前の部分では感性的認識の必然的前提が主役を演じたが、ここでは個性が認識するものが確信にある。実体、原因と結果、普遍性等々のような原理的な 自然科学における中心概念が空間や時間と同じように我々の認識のうちで必然的条件となることを五世は証明しようとする。すなわち我々はカントに従って二つの連続する出来事の関係を因果性のカテゴリーの下で考察することができる。カテゴリーはかつて単に連続していただけのものに客観的必然性を与える。すなわち まさに太陽が石を照らすので石が温まるのである。これも普遍的で自然科学的な言明に単なる機能を超えて達せられるある種の必然性と合法則性を確保するという常実の目的と似ている。ちょうど原因と結果の取り扱いはさらにヒュームに対する明白な反対とみなされる。ヒュームは因果関係についての我々の言明の 客観的実在性を攻撃し、そこに出来事についての観察された関係について、必然性を想定する習慣への単なる主観的で心理学的な傾向だけを認めた。この著作の三つ目の部分は、純粋理性批判の超越論的弁償論の簡略化され、かなり短くされたものを提示している。ここで、中心的な認識機関として、本来の意味での理性が主題となっている。 感性と語性が自然についての我々の認識を構成するのに対して理性は自然に対して統制的なものとして我々を指導することですべての可能な認識の全体を目指すのに役立つ。そこで我々が理性が新しい認識のための構成的な剣能を持つと誤って考え、それによっていわゆるアンチノミーに陥ってしまう危険が生じる。 そのアンチノミーは認識し得る存在者としての我々が追求す、べきものと我々が認識し、得るものとの混同にすべて基づいている。そこから形上学的な問題提起が世界の時間的空間的な制約に従って、すべての存在者の第一原因があるいは神の実存に従って生じる。このことは認識能力としての我々の理性の批判によって、 理性がその能力のうちで証明したいものだが、理性はまた同時に制限され、すべてのこの問題提起の解決不可能性だけが証明されるのである。ありがとうございます。